皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、社長は我慢が肝心、任せてみたらというテーマでお届けいたします。この動画ブログでも話したことがあるかもしれませんが、私は23歳から24歳にかけて先輩が経営する広告代理店に勤めたことがあります。給料は一銭ももらえませんでしたが、お昼のご飯は出してもらいました。笑ってる場合ではないのですが、今となってはいい思い出です。労働基準監督署に訴えればよかったのでしょうが、当時労働基準監督署の存在すらわかりませんでした。報酬はないという最悪の環境で働いてた私でしたが、それでも自分で選択したことです。さらに最悪なのは全く仕事を教えてもらえなかったことです。〇〇会社のイベントの企画の仕事があるんで来週まで企画よろしくなんて社長から言われます。イベント企画などもやったことがない私に丸投げです。今こんなことをやっていたら新入社員はすぐに辞めます。それでも不思議と仕事だけは途切れなくありました。そんなことで私の目の前には締め切りのある仕事が次々と置かれるという状況になりました。こうなると見よう見真似で仕事をするか、本を読むか、知っている人に聞くか、自分の頭で考えるしか方法はありません。いずれにせよ教えてくれる人がいませんので自力でやるしかありません。やらざるを得ないという状況です。こんなのはまだ序の口でもっともっと大変なことを頼まれたこともたびたびありました。今日の本物の商売を目指すポイントです。経営者の一番の悩みは人に関することです。具体的には自分で考えて自分で行動して自分で責任を取る社員、これをいかにして育てるかです。そんなことは鼻から無理と思っている経営者もいますが、チャレンジしている経営者ももちろんいます。口で言うのは簡単ですが、いざ育てるとなると時間と労力がかかります。そして何より経営者の諦めないという強靭な精神力が必要です。自立した社員を育てるにはいくつかの条件があります。まずは経営者が自立した社員を育てるという揺るぎない決心をすること。社員は必ずできると信じることです。これなくして自立した社員を育てることはできないでしょう。経営者は往々にして社員を子供扱いすることがあります。ですから、うちの社員にそんなことはできない。うちの社員の能力では無理という発言が飛び出します。これは経営者が上で社員が下という暗黙の上下関係です。これがあるうちは社員が一人前にはなりません。親子関係だってそうです。いつまでも親が生きていて子供の世話をしていたら子供は独り立ちできません。親が子供を独り立ちさせるから子供は一人前になるのです。それと同じことが経営者と社員の関係にも言えるでしょう。ですから社員を一人前にするために経営者がすることは、まずは会社の情報を公開することです。会社のあらゆる情報を公開することで会社の健康状態がわかります。製造原価が高すぎる、客数が不足している、客単価が低い、固定費のかかりすぎなど改善すべき点が明確になったら目標と期限を決めてあとは社員に任せましょう。社員は具体的な改善方法を考えて実施します。実施した結果目標通り改善されたのかを確認して次の目標にチャレンジすれば OK です。この際社長や上司がああでもないこうでもないと言い始めると途端に社員の士気は落ちます。任せたのなら口出しせずに任せればいいのです。社員を信じられるか信じられないかそれしかありません。そして任せたならどのような結果になろうとも承認するしかないでしょう。結果が悪ければ良くなるように支援してください。あくまでも支援ですからお間違いのないように。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。